お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのペッカですね、はい、ペッカを使っていきたいと思います。で、なんかこのデッキなんですけど、なんかすごい最近の流行り、なんかトレンドらしくて、なんか使ったんですけど、まあなんか強いんですよね。なんかなんでかわかんないんですけど、なんか強くて、まあ勝っちゃってるみたいな感じで、まあよくわかんないんですけどなんかそう、このデッキの強さが僕の中ではよくわかんないんですけど、なんかベビドラがまあ最近めちゃくちゃ強いらしくて、なんか海外の試合、公式試合でもなんかバンされるぐらいまで、なんかバンレートが一番高いみたいなことを言われてて、あとはまあ雪玉ロリババがもうとりあえず流行りで強くてみたいな感じで、まあ、よくわかんないですけど、なんか強いみたいなんでね、強いみたいなんで今日はこれを使っていきたいと思います。で、もう今、ガチの寝起きで、実はろれつが回んないんですけども、まあ、このしゃーなしでお願いします。マジで。やばい。久しぶりに、めっちゃ寝起きで動画撮ってる。いや、マジで、目が開いてないんですよね。やばい。本当にやばい。焦りですね。昨日ちょい夜に寝ちゃって、もう気づいたら朝になってましたね。取り忘れです。で、昨日もあの焼き鳥と動画撮るかって、今から動画 BO3 やってなって、俺はあの LINE の通知をもともとオフにしてるから来ても分かんないですよね。自分が LINE アプリ開かないとその相手から LINE 来たっていうの分かんないんですけど、5分ぐらい経って焼き鳥から LINE 来てたんですけど、珍しくいいやって来てたんですけど気づきませんでしたねというわけで、焼き鳥と BO3 動画撮ろうってなってから1週間ぐらい経っちゃってるんですけど、まだ撮れてないですね。よいしょ。あー、いいし。これ一発。まあいいや。これラムプラスの雪玉がとりあえずやっぱ強いですね。雪玉でノックバックさせて、ラムで、いちいちしとけば。まああと相手のユニットが殴れないんでね、ラムを。よいしょ。ロリババで、まあ軽く。プレッシャー与えていきます。アーチャーバーブレアザップか。で、まあ、あとはこの辺でユニット回しつつ、相手がゴレジャイ出したらペッカで受けるとこかな。まあ、あとはとりあえずこれ繰り返しておけばいいかなと思います。でも一回ラム飛ばしてアーチャーで、今度バーブレア来るんでポイズン打ちます。これさっきバーブレアだったんでポイズン打ちます。はい。で、別にラバーは多分入んないけど、まあ、ポイズン削りかつ、ここメガ動きで、はいはいはい。って感じかな。で、ロリババすると、相手は多分ロリババに対してザッピングかな。多分ザップってくると思うんで、ザップ足して、でもオーブンこれで引き出して、よし、同じですね、今。今、全く同じことしてるだけですね。いや、マジで全く同じことしてるだけなんですけど。お、美味しい。これマジで美味しい。ペッカとエリキで、ただのアドで、このベビドラが相手は苦しいでしょ、ただ。これだって左に、攻めちゃうとバーバリアンで一気にやられちゃうんで、これロリババで軽く抑える程度で、OK。右が攻めます。これで左も右もどっこいっしょって感じで、この雪玉は、下手くそでしたけど、まあ多分、あー、惜しい。ラムが殴れ。殴んないけど、まあ、一回後ろからベビ展開で様子見つつ、まあ、ペッカは一応、あれですね、ロイ来るまでは出したくはないですね。確実にロイジャイ用にペッカを取っておけば、こっちは負けることはないと思うんで、ちょっと嫌ですね。流れが嫌なんですけど、まあ。ラブ飛ばしたらオーブンですね。これはオーブンで普通に防される。入んないですね。バーバリアとオーブンがちょい厄介。で、ファイブ削り。いやー、待って、ワンチャン負けるこれ。左も狙えますね、僕は。僕はワンチャン左も狙える。ちょっと多少は許容してから、いてぇ。いや、でもラブが一発入る。いや、このラブが強いんですよね。なぜか入るラブ。
これで右も攻めて左も攻めます。オッケー。これ左メガゴチャ間に合うか。いや、あれ、これペッカ地味に、あ、お、おい、おい、勝った勝ち方がよくわかんねー、よくわかんないですけど、とりあえずまあ相手が大型ゴレジャイとかだったら、まあ基本、まあ、ペッカ以外で回してまあ普通にしときます。で、相手がゴレだったらゴレ来た瞬間にまあ言うのか、軽くね、逆サイ攻めすぎちゃうとゴレ守れなくなっちゃうんで、ペッカでも、まあ、軽く逆サイプレッシャー与えてすぐペッカか、まあ、そのままペッカで同サイで受けて受けちゃえば守れるんで、あとはなんだろう、あとラバか、ラバー相手も意外とこのベビドラプラスエリキとポイントになるんで、でバルーンもラバーでしょ、なんでなんだろうな、これ意外と万能なんですよね、よくわかんないんですけど正直よくわかんないんですけど、結構万能なんで、ぽい、とりあえず受けから、受けつつかな、アウトロー出た、アウトロー出たよ、アウトロー、もう運でしょこの人、これすごい運なんですよね、もう運カードに入れちゃった、運カードに、これはまあロリーババで受けてあげて、これハードカウンターじゃね、多分相手きついでしょ、今プリンス咲いたしスケブ、あー、これ雪玉打っとこう、打っといたら、あー、吹きや、吹きや、まあまあまあ、いやこの吹きは無視でもいいな、いや痛いか、いや、ちょっとむずいですね、まあ一応受けます、一応受けます。いやコウモリとかギャングとかがこれできないのがまあ特徴っちゃ特徴ですね。なんで、まあ、相手のファイブをウッドザップ、いやファイブはまあエレキとかに打てるんですけど、結構ウッドザップとかロリボワ的なのが相手は腐りがちになりますね、このデッキは。まあそのデッキはちょっといいところなのかもしんないんですけど、よいしょ、これはペッカで早めに受けたら突進受けない、よいしょ、あー、でこれギャング受けされる、ベビドラでいっか、ベビドラで受けて、うん、でもアウトローがあるんですよね、これアウトローを突破するには、まあ、ラムプラスの生き玉で、おお、これでもラムプラスの生き玉で、これラムが順番に1体ずつ誘拐していくんで、エレキ、おいしょ、ここで命される、多分あ、しない、あ、するんかいって感じですね。クロリババ、待てよ、1ダメージも足りてないですけど今、え、おいしい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 。でここの右バレルに対しては右上のエリキがいいらしいんですよね、なんかツイッターで回ってきました、これ、これガチです、ガチです。ちょっと一回流れを変えたいペッカですね。でこのペッカで逆サイ今攻められると僕は終わっちゃうんですけど、グラムで頑張る、いやいいよ、いい流れ変わる、え、これは勝ったくね、あのペッカ展開からのこの一気に流れが変わるのが強いっすね。いやー待って、逆が入る、いやこれ逆相手フルムシはでかい、はい、でカウンターでしょ、エレキ残って残って、オッケー。でここで真ん中ビビで、あれギャングとか、ここはまあ、あー、いたわ、そういや、オッケー、いや、いい雪やね、いい。でここでラム飛ばしたい、いやー復帰や、この相手の防衛カードが多いんですよね、なかなか攻められないっていう、やばい、ちょっとやばい、このエリキやった、あと2000なんで、まあ、これいや負けないとは思うんですけどね、こっからなんかどうやって攻めたらいいんだろうって感じですね。ペッカ浮きしてアンパイで、アンパイペッカからの、さあここですね、ここで逆サイラム飛ばそうかな、でも
いや、どうせのがいいのか、これ。やば。あれでめちゃくちゃ。アウトローか。おいし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 。おいし。これで全部溶けるでしょ？入る。はしまえプリンケーキ界のベビー。いや、これ、奥に飛ばしてきてない。あー、やばい！待って！それ違う。いや、でもベビードラがなぜか入る。なぜか入る。一発これ無視でいいですね。ダメージ的に。暇なんでラブライダー飛ばして、ポイズン打って、おいし。もうあとポイズン削りですかね。これ入るくれ？これ多分入るよ。ふわいー。はい。まあ、なんで勝てたのって知らないんですよね、そんな。正直知らないんですよね。とりあえず、でも、とりあえず、ラブプラス雪玉しといけばなんとかなります。で、まあ、困ったらというか、ずっとやっぱ同じ流れになっちゃうんで、その流れを変えるために、とりあえず決別化ですね。困ったらとりあえず決別化して流れを変えたいところではあります。よろしく。はい、なんで、まあ、とりあえず初めはユーノとか、その辺割いて、高回転で様子見つつですかね。ぽい。大砲、26か26かで見る。大砲割いてイコールラムライダーが通る。おー、ベビドラ。大砲ベビドラ取るね。なるほど。大砲取るね、珍しいですね。とりあえず受けて、今言うのも、ラムも飛ばして僕は攻めれないんで、もう、このベビドラ生かすために、タラババ。キョウスケ！キョウスケ！どういうこと？キョウスケ大砲ダクネ。わー、なるほどね。クローンでしたね。でもこれは僕はポイズンと行き止まるんで、うわ、溶けた。全溶けした。やばい。全溶けはやばいな、今の。ペッカが全溶けはやばいっすね。まあでも、ユーノトラもあるんで、まあ、ユーノに大砲を咲かして、その後のラムを刺していけば、これは、あれですね。怖くないですね。ここでもう一回ラム飛ばしてしまえば、またキョスケとか、ああ、まあ飛ばせばいいや。普通に飛ばして、ダクネ来たらポイズン打てばいいし。おー、待って、いっぱいいろんなの出てくる。マジで、ドラえもんのポケットみたい。なんでも出てくる、これ。ワンチャン、クローン来るかな。オーブン大砲。オーブン大砲。これあれですね。意外と相手こういうのがもう気をつけとかしかないから、シンプルに苦しいよねっていう。なるほどね。これもう気持ちポイズンとこ。気持ちポイズンって、よいしょ。ガウ！あ、え、言うのなんで？なんか残った。おいしい！おいしい。でも一回これもう一回。もう一回ラム飛ばしていけば多分相手も苦しいっすね。もう苦しい。あ、これでも大砲か。いや、違う。これで、あ、雪玉バーン。オッケー。はい。入る。まあ、とりあえず雪玉投げとけばアンパイっすね。ラムと同時に。とか、ユーノとかと。まあ、これクローン来てもポイズンあるし、エレキもあるし。まあ、とりあえずラム飛ばして、暇なんでね。これをリババーして、よいしょー。でも気づいたらなんつうかラムが入ってるってやつですね。グッドゲーム。ありがとうございます。いや、マジで。これね、すごいデッキが強いやつなんで、おすすめしますね。一回、良ければね、使ってみてください。やばい、全然解説してないけど、許して。とりあえず、この時使って。はい。それで、いいです。はい。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいかなと思います。はい。では、お疲れ様でした。